皆さんこんにちは。私の YouTube チャンネルへようこそ、お元気でいらっしゃることを願っています。BTS のジョングクが再び歴史を作り、世界的な音楽界のセンセーションとしての地位を固めました。彼のソロアルバム、ゴールデンは、Spotify チャートで47週間連続トップを維持するという驚くべきマイルストーンを達成しました。 この新しい記録はジョングクの絶大な人気と彼のユニークな声で世界中のリスナーを魅了する能力を示しており、彼をこの世代のトップミュージックアイコンの一人として確立しています。驚異的なボーイズグループ BTS のメンバーとしてジョングクは障壁を打ち破り、世界の音楽シーンでの成功を再定義し続けています。ジョングクは現在、 Spotify のウィークリートップグローバルアルバムチャートでアジアのソロアーティストとして最長の記録を保持しています。Spotify が発表した最新のデータによると、ゴールデンは現在23位で先週から10位上昇しています。これは2023年11月のリリース以来、アルバムがチャートに47週連続ランクインしたことを意味します。アルバムがチャートに長くランクインしていることは、 その幅広い魅力とジョングクの芸術性が国際的な音楽界に与えた永続的な影響を示しています。ジョングクの音楽的才能の証であるアスタリスクゴールデンアスタリスクは、ストリーミングの世界を席巻し続け、ファンと批評家の両方を感動させています。このアルバムは批評家の絶賛を受けてリリースされ、ほぼ1年間グローバルチャートのトップ近くに泊まり、 記録を破り、K-POP ソロアーティストの新しいベンチマークを設定しました。毎日何百万ものストリームでジョングクの台頭は原則の兆候を見せておらず、彼はその多彩なサウンドで多様な聴衆を魅了し続けています。Spotify のグローバルチャートで47週間トップに止まることは記念碑的な業績であり、ほとんどのアーティストが達成したことはありません。ジョングクにとって、 このマイルストーンは特に意義深い。K-POP ソロアルバムとしては史上最長のチャートインを記録したアルバムの一つだからだ。彼の成功は文化や言語の壁を越え、世界中のリスナーを魅了し彼の普遍的な魅力を披露している。ポップ、R&B、EDM、バラードが融合したこのアルバムは彼の芸術的な成長と様々なジャンルを試す能力を反映している。 アルバムの永続的な成功の重要な要因はジョングクとファンであるアーミーとの深いつながりだ。ジョングクはキャリアを通じて常に支持者への感謝を示し、ソーシャルメディア、ライブブロードキャスト、個人的なアップデートを通じて頻繁に彼らと交流してきた。兵役義務のため活動休止中であるにもかかわらず、彼の曲セブンフィーチャリング、ラットとスタンディングネクストトゥーユー、 は引き続き世界中でチャートインしており、彼のファン層の強さと音楽業界への永続的な影響を証明している。ファンは彼の復帰と兵役を終えて彼が到達するであろう新たな高みを心待ちにしています。皆さん、今日の動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。どう思いますかコメント欄に書いてください。次の動画でお会いしましょう。お体に気をつけて、 さようなら。